サッカーになっていいです、雰囲気を楽しんでください。ハム太郎さん、サッカーの歴史上たったの6人しか存在しないワールドカップ3大会連続のゴールとアシストという偉業を成し遂げた選手がなんと他でもない日本にいるらしいのですが、この記録についてどう思いますか？いや、まあたまたまね、まあ一生懸命ワールドカップ優勝目指してたらついてきた結果なんで、まあそんなすごい記録とは思わないですけど、まあ頑張ったらなんか人はなんかそれなりの結果残せるんだなっていう一つのまあ証明になれば嬉しいなと思いますけどね。そのなんか何かそういうことを頑張ってる人にとってのなんかきっかけの記録になればいいなと思いますけど。まあ、堂安選手とかね、ゴールだけですけども、3大会連続ゴールとかね、してほしいですけどね。三笘さんとかもそうですよね。あ、確かに。あれ三笘選手、ゴールしてた？いやいやいや、なんていうの、活躍の話でしょ。ああ、3大会連続活躍。自分自身の好きなところと改善しようとポジティブに捉え考えられているところはありますか？改善しようとしてる部分はいっぱいありますね。あげればキリがないんですけど、なんかな、いっぱいありすぎてパッと今言われたら一個が出てこないんですけど、なんかやっぱちゃんとこう分析するところと行動するところのバランスをもっと身につけなあかんなっていうのは、状況に応じてね、今パッと行動した方がいい時と今ちょっとこれは分析した方がいいフェーズってその状況に応じてあると思うんですよ。それをもっとうまくなりたいなと思ったりします。目標を達成するために遠回りをするっていうのは、正規ルートで行くよりも学べることは多いものなんでしょうか？目標を達成するために遠回りをするっていうのは、正規ルートで行くよりも学べる。解釈の仕方かな。遠回りをそうですね。まあ、時にはって感じですね。答えは。はい。すべてじゃないかもしれないですけど。本田選手はなぜ嫌な顔をせず何度も聞かれたことのある同じような質問にも答えてくれるのですか？以前僕は質問をさせていただいた後に同じような質問に対して答えている動画を発見したことがありました。いや、まあ、まあ嫌な顔を自分の中ではしてる時もあると思うんですけど、でもまあ比較的なんかそのセンサーがもしかしたらちょっと、なんていうんですか、感度が悪いっていうか、そんなにまあ面倒くさいなとは思ってはいるものの、別に答えたらよくないっていうぐらいの感じですね。嫌な質問されてもまあ嫌やけど、もう別に怒らんでよくないみたいな、なんかそんな感じじゃないですかね。